はい、どうもリリーです。ということで前回、PP 自強号に乗って高尾までやってきました。この高尾駅ね、昔は地上駅舎だったんですけど、最近地下化されて今絶賛工事中なんですよね。そんでもって今から行く路線、南海線という路線なんですけど、これはね、台湾のメインの鉄道路線の中ではかなり秘境路線になってるんですよね。もう海の近くとか山の中をね、うねうねと走っていくような路線になっています。今日はね、途中のタイマーリーって読むそうですね、っていうところまで行こうと思います。でね、そこまで乗っていく特急列車なんですけど、 EMU3000 型っていう一番新しい車両になっています。その最新鋭の自強号に乗ってタイマーリーの方まで行きましょう。今回乗っていくのは431列車、新自強と書いてありますね。行き先はジュリン駅。ジュリンっていうのは台北のちょっと下にあるような街になっているんですけど、この列車ね、台湾の東側をぐるーっとね、遠回りして台北まで向かうんですよね。そんなことを言ってると入線してきました。こちらが EMU3000 型自強号、日本製の車両になります。この自強号はね、編成によってこのドア上のカラーが、ね、違うんですよ。今回は緑色の編成に当たりましたね。赤編成とか青編成とか、あと虹色の特別編成とかもあるんですよね。さて次の駅を発車していきますが、この辺はね、近く感が少し続きます。ではこの辺でちょっとシートチェックの方をしていきましょう。シートはこんな感じにグレーのモケットが貼られていまして、テーブルはね、背面テーブルがついています。正方形に近い形でしたが、大きさは十分って感じですね。手前に引き出すということはできなかったです。テーブルの下には小物入れ、ネットがありまして、足元にはフットレスト等はないんですけど、空洞になっていてシートピッチもかなりあるので、足をしっかり伸ばすこともできます。ちょっと真ん中に柱がありましたけど、それでも十分の広さでしたね。ガキ用のフックがね、壁のところにはついていて、グラインドはフリーストップ式、窓枠のところはちょっとこんな感じでね、出っ張っていて小物置みたいな感じになってるんですよね。飲み物とかね、お菓子とかもちょこっと置いたりすることもできると思います。最新型車両よろしく。各席にね、一つずつコンセントがついてるんですよね。 USB と普通のコンセント、2つとも使えるようになっています。車内の様子はこんな感じになっています。乗車率はね、まあ8割9割ぐらいいってましたね。っていうのも、今回乗ったこの号車は座席数がちょっと少ないんですよね。多目的トイレとかがあるっていうかね、なので混みやすいっていうのもあるんでしょうけど、この川をね、渡ると高尾市からピントン市へと入っていきます。さて PPG 競合と入れ違いで発車していきますが、もう昨日ね、散々 PPG 競合に乗った後だと、もう加速が速すぎて気持ちよくなっていますね。やっぱ電車で、しかも最新鋭の車両なだけあって、加速力はめちゃくちゃ良かったです。にしてもね、やっぱ車内が明るいですね。新しいし、LED 照明を使っているので、車内のね、壁のデザインとかも真っ白なので、かなりね、明るかったです。さて列車は、遠州、チャオジョウっていうのかな、の駅に到着です。この駅の近くには、台鉄の車両基地があるんですよね。めちゃくちゃでっかい車両基地。なので、この駅が終点だったり、始発だったりする普通列車、特急列車がたくさん走っているんですが、今回のこの自強号に関しては、もうスルーしていきます。ファンリアオ駅に到着です。このファンリアオはね、まあ、そこそこ大きい駅で、かなり多くのね、自強号が停車をします。通過する便も一部あるんですが、今回の自強号はこんな感じで止まっていくわけですね。で、ここまでね、高尾からはピントン線と呼ばれる路線を走ってきたんですが、このファンリアオからね、南海線と呼ばれる路線に入っていきます。山間部を越えて、海沿いを走っていくローカル線になっているんですよね。もちろん全線、単線です。列
車本数もかなり少なくて、2、3時間に1本ぐらいしかね、直通する列車がないんですよね。普通列車に至っては1日片手で数える程度の本数しかないような場所になっていきます。でちなみにこの EMU3000型っていうのは2021年にデビューしたての日本製の車両になります。日立製作所が製作してるんですよね。今も日本のね、山口市にあるあの下松の工場で製造が続いていて、前回乗った PP 事業号とか、この後乗るディーゼル事業なんかをね、一匹残らず駆逐する予定です。恐ろしいですね。さあこの辺でね、一回海が見えてきます。高台の方を走行していくので海が綺麗に見えるんですよね。ただ一回ここで山間部、トンネルが多い区間へとね、入っていきます。もう少し後でね、また綺麗に海が見えてきますよ。台湾随一の秘境駅として有名なファンシャン駅を通過をしていきます。ここはね、普通列車が1日に2往復しか止まらない駅なんですよ。ここ数年の1日のね、平均乗客数は1人か2人くらいなんですよね。とんでもない秘境駅になっています。この辺ね、本当にこういう秘境駅ばっかりなので、普通列車の本数はね、もう1日に5、6本はあるにはあるんですけど、普通列車でも列車によっては通過してしまう駅っていうのがあるわけなんですよね。なんでさっきのファンシャン駅も1日2往復しかね、止まんないみたいな、そんなよくわかんない事情になってるわけなんですよね。というのもこの辺は台湾の島のね、南北に連なる中央山脈っていう山脈があるんですけど、その山脈の南の端っこを横断するような形で線路が引かれてるんですよね。なんでめちゃくちゃ険しくて高い山がね、たくさん連なっているような、そんな場所になっているんです。ちなみに今通過している部分はね、昔駅だったところなんですよね。乗るお客さんがいなさすぎて廃止になった駅です。某北の大地の鉄道会社みたいな悲惨なことになってますけど、デッキはこんな感じ、こんな小窓みたいなのもあるんですよね。フリースペース的な感じかな。その脇には車椅子用の大きなトイレがついています。こういう設備があると安心ですよね。土砂降りの雨、無事にすぎるだろっていうね、ちょっとこれどうにかなんないもんですからね。しゃーないしゃーない。いや、このね、タイ回りってね、本当に綺麗な場所なんですよ。駅前通りがね、こう一直線に海に向かって坂になってるんですよ。で、晴れてるとその坂の向こうに青空と青い海がね、水平線でパーって見れるみたいな、めちゃくちゃ綺麗な場所なんですけど、水平線とはっていう感じですよね。次の列車はもう2時間後です。もうやることもないのでしゃあないんでね、駅のベンチで昼寝しましたよ。何しにここまで来たんだって感じですけど。駅に到着です。で、このタイトンの駅はね、タイトンの中心街からだいぶ離れた場所にあるんですよね。
なのでバスに乗ってここから町の中心部まで向かっていきましょう。今日雨降ってんすよね。これから行く夜市なんですけど天敵は雨なんですよね。やってんのかな今日。バスだからこっちか、8101だったかなっていう番号のバスに乗ればいいらしいです。これで合ってんのか。昔はね、この台東の街中に駅があったんですよ。で、それが今映っているこの駅舎なんですよね。今でもこんな感じで観光施設として残されているんですよ。さて、ここからね、ちょっと夜市の方まで歩いていきましょうと思ったんですが、結局夜市もやってなくて、でそれなりに良さげなお店もなくて、ファミマで弁当買ってここで食べる羽目になりました。それが今日の夕飯でした。何しに来たんだって話ですけどね。ああ、なんだかな。そんなわけで、天候に丸一日たらい回しにされて EMU3000 型乗車レビューやってきたわけなんですけど、いやでもね、車両自体は最新鋭の車両でかなり居住性は高かったです。シートがね、結構硬かったんですけど、それでもね、リクライニングも十分だし、コンセントもついてるし、何より車内も新しいし、かなり快適な車両だなと思いましたね。今後台湾の事業号ではこの車両が主流になっていくと思いますので、皆さんもね、台湾に行った際は EMU3000 型ぜひ乗ってみてください。次回は台湾にね、唯一残っている夜行列車に乗っていきます。ということで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。